皆様、ようこそおいでくださいました。本日はナチュラルボイスプレゼンツ、歌おう伝えよう希望の歌公演ということで、ナチュラルボイスのメンバーと、合唱団合唱部の皆さん2団体を含めた、コンサートとなります。コロナ禍の中、このような、状況がいろいろ続いており、皆さんもいろいろな思いでお過ごしかと思います。そのお過ごしいただいているその数時間、今日は90分の予定をしておりますけれども、歌を聴いていただき、音楽を体で感じていただき、楽しい時間を過ごしていただけたらなと思っております。今日は90分よろしくお願いいたします。ありがとうございます。申し遅れました。私、ナチュラルボイスの代表をしております西川佳穂と申します。それでは、まずは1曲目から希望の歌という曲をお届けしたいと思います。この曲は昨年ナチュラルボイスの、オリジナルソングとして制作いたしました。その中で、今日は合唱団池田少年少女合唱団の皆さんにまずは1曲目として歌っていただこうと思います。では、池田少年少女合唱団の皆様にご登場いただきましょう。どうぞ。本日は小学校、何年生かな、2年生くらいかな、はい、中学生高校生を含むメンバーで、お届けしようと思います。はい、ちょっとね緊張してるかな、大丈夫かな、いっぱい照明を浴びてね、久しぶりにステージで歌わせていただきますので、メンバーも少しちょっと緊張してるかもしれません。でもこの場を楽しんでいただけたらなと思ってますので、大きな声で笑顔でこの5分間希望の歌を楽しんでください。はい、今日は池田少年少女合唱団の皆さんご出演いただいてありがとうございます。今日は楽しんで歌います。イエーイ。それでは池田少年少女合唱団で希望の歌。立つこと
はい、ありがとうございました。今一度池田少年少女合唱団の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。はい、本日池田少年少女合唱団のピアノの伴奏をしてくださっております、ピアノの方、キーボードですね、方をご紹介したいと思います、山下力也さんです。はい、本日この後続いて生バンドの演奏で続けて演奏が始まるんですけれども、お一人ずつバンドのメンバーを、ご紹介して、ご登場いただきたいと思います。それではギターの小川圭介さん、よろしくお願いいたします。続きましてドラム丹菊元夫さん、はい、ありがとうございます。では、引き続きベースの丹羽和彦さん、はい、本日はこの4人の演奏で、お送りしたいと思います。はい、ではここからは、ナチュラルボイスのメンバーお一人ずつの歌の発表となってまいります。計8人の方が、コロナ禍の中、練習を工夫しながらどうやってやれば歌えるかな、どんな風な、どこで練習すればいいんだろうっていろんなことを考えながら、この1年半ですかね、去年のちょうどこのもう少し前かな、過ごしてきたんですけれども、その8人のメンバーが今日ここでこの歌を歌う楽しさを、溢れんばかりのエネルギーを、発揮してくれるかなと思っております。その、お一人目ご紹介いたしましょう。長谷彩さんです。はい、長谷彩さんは、ナチュラルボイス結構何年かねもういてくださって、いろいろナチュラルボイスの発表会があったりするとお手伝いもしてくださって、本当に私が頼り切っている長谷彩さん、彩ちゃんって呼んでるんですけれども、今日は1曲目長谷さんでお届けしたいと思います。はい、彩ちゃんです先生フルネームを、はい、長谷彩さんです、はいはい、お願いします。今日はよろしくお願いします。はい、今日の意気込みを教えてください。はい、今日は約2年ぶり1年半ぶりに歌わせていただけるこの機会、しかもこの状況の中で歌わせていただけるということで、もうとにかく感謝と、そうですね、もう感謝しかないですね。はい、歌わせていただけることと、この機会を与えてくださること、あと来て来たり見たりしてくださる皆様に感謝を伝えたいなと思います。あやちゃんにとって歌ってどんなものですか？はい、私にとって歌は2つあります、うん、1個は自分を戻してくれるっていうか、自分の拠り所、自分の中心軸にあるのが結構歌かなと思っています。迷った時とか、自分の生き方だったり考え方だったり、どうしたらいいんだろうと思った時に歌うっていうことに戻ってくると、なんか自分が戻るというか、リセットできる一つの方法かなと思ってます。あと2つ目はご縁ですね、こうして先生とお出会いいただけたのも歌だし、その歌を通じて出会えた皆さん、お仲間も見えたり、あと声を通じて私の声、すいません、声いいねって言っていただけることが増えたりですとか、とにかく歌だったり声によって広がったご縁をがたくさんあるので、感謝、それも感謝ですね。はい、です。あやちゃん素敵。やった今日は楽しんでね。はい、楽しみます。はい、ありがとうございます。曲はさあ鐘を鳴らせ。
ありがとうございました。長谷彩さんでした。さあスタートを切る、あのふさわしいような爽やかな声と、さあ鐘を鳴らせという曲のタイトル、ね、素敵でした。はい、では続きまして2番目のソロの、メンバーをご紹介させていただきます。続きましては、ごめんなさい、順番を、あ、ごめんなさいね、三輪真中ちゃんです。ご登場いただきましょう。はい、三輪真中ちゃん中学校3年生です。あの今年ね、あのいろいろ進学のこと考えなきゃいけないとかいろいろあって、その中歌も頑張ってくれてます。来年の4月からは新しい生活が彼女のね、あのに待ってると思うと、まあ、小学校の3年生ぐらいからナチュラルボイスに通ってきてくれてるので、本当になんかこう成長して、なんかお母さんのような気分でいるんですけど、あの高校生もね楽しい生活を送ってくれたらいいなと思っています。そんな気持ちを込めて、今日は歌ってくれます。途中であの得意なセリフが入りますので、そちらの方もお楽しみくださいね。はい、三輪真中ちゃんこんにちは。今日8月10日、希望の歌公演ですけれども、今日の意気込みを教えてください。中学3年生で中学校最後の発表会なので、今までのことをやりきれるようにします。はい、頑張ってね、期待してます。はい、真中ちゃんにとって歌ってどういうものですか？元気がなくなった時とかに、元気が出るようになるようなものだと思います。いいですね。じゃあ中学3年生のいい記念になりますように。そうやって、はい、高校生になってからもなんかその今日の頑張りで頑張っていけるように、今日は思い切って頑張ってください。楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、それでは、三輪真中さんで、曲は正しくなれない。確かめたくて考え続けたい。偽りで出会えた僕らは何一つも奪われてないから。ないなら作ろうよ外に、人間の生きる場所変えようよ世界。僕は育ってくみたい、愛されるみたい、温かな波を読む
が幸せかは自分で決める。今日が私たちの最初の一歩だ。ありがとうございました。三輪真中ちゃんでした。ありがとうございます。途中のセリフがとっても可愛かったですよね。声優さんかなって、ね、思っちゃうくらいとっても素敵な声ですね。本当に真中ちゃんの声とってもよく通るので、いろんな曲歌ってても真中ちゃんのあの声でいろんな曲が歌えていけるっていうところがやっぱり彼女の個性かなと思って、その辺をね大事にこれからも成長していってくれるといいなと思ってます。はい、ありがとうございました。さあ、続きまして、青木さんですね、ご登場いただきましょう。はい、青木久美子さんです。はい、青木さんは20歳です。今年成人式、去年成人式を迎える、20歳の年齢の女性だねごめんね、はい、なんですけれども、本当に成人式がね流れて、着物を着れたかな、はい、なかなかね思うようにいかないことがいっぱいある中で、彼女は彼女なりにこの歌を歌うことをすごく楽しんでくれて、ナチュラルボイスに通ってきてくれています。そんな風に歌を大切に思ってくれている気持ちが今日のこの一曲にこもっていると私は思って信じてます。この5分間楽しんでください。はい、こんにちは青木さん。こんにちは。さあ、リハーサルがちょっと終わったところなんですけど、今日の意気込みを教えてください。はい、今日参加するのは初めてなんですけど、ちょっと、すごい緊張はしてるんですけど、皆さんにいい歌を届けれるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。期待してます。青木さんにとって歌ってどんなものですかね。私にとって歌は、生活の一部、私の生活には欠かせないものになっていて、そんな大事な音楽をずっと歌ってってくださいね。はい、はい、今日はまた本番楽しんでください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。さあ、それでは青木久美子さんで、曲はストーリー。一緒に
ありがとうございました、青木久美子さんでした、どんどん次のメンバーをご紹介していきますね、続きましては成瀬聖子さん、ご準備よろしいでしょうか。はい、ではご登場いただきましょう。成瀬聖子さんです。はい、成瀬さんともお付き合いがもうだいぶ長いんですけれども、先ほど歌っていただいた池田少年少女合唱団とのおつながりもあって、そこで一緒に活動させていただいたりとか、その他こういったナチュラルボイスの発表会では、参加していただいたりとか、いろいろな場所で成瀬さんともこうして歌を歌ってきております、今日はいろいろな思いがあってこの曲を選曲してくださいました。成瀬さんのいろいろな、人生観とか、いろいろこのコロナ禍で考えたこととか、その思いがこの一曲、この今日の曲に込められていると思っております。では皆さんに聴いていただきたいと思っておりますが、よろしいですか。はい、成瀬聖子さんです。こんにちは、お願いします。まずは今日の意気込みをどうぞ。はい、ですね、1年半ぶりに歌うんですけれども、めちゃくちゃ緊張してます。ですごくネガティブなことばっかり、歌詞忘れないかとか息継ぎできるかとか、そんなことばっかり考えてますけれど、多分もうやるしかないので楽しんで頑張ります。そうですね、はい、めっちゃ髪型も可愛くなってますので、楽しみにしております。はい、成瀬さんにとって歌ってどんなものでしょうか。そうですね、歌に限らず音楽全般も大好きなんですけれど、はい、楽しめばいいっていう話をした時、はいはい、してから、はいはい、なんか力が抜けて、だから、失敗は多々あるんですけど、でも最後にはやっぱり音楽しかないので、私の中には、だから今日につながるんですけれど、もうそういう歌も大好きです、何でも大好きです。なるほど、はい、そんな思いが歌にいっぱい込めて歌えるといいですね、そのままの成瀬さんで言ってください、よろしくお願いします。ありがとうございました、はいはい、では成瀬聖子さんで曲は帰ろう。あなたは夕日に溶けて、私は夜明けに消えて、もう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは明かり灯して、私は光求めて、失うものなどない、最初から何も持ってない。それじゃそれじゃまたね少年の瞳は汚れ、こっちの鐘は鳴り響けどもう聞こえない。それじゃそれじゃまるで全部終わったみたいだね。お間違い先は長、忘れないから忘れて帰ろう、すべて流して帰ろう。あの傷はうつけど、この皮は消えねど、戻ってもいいの。吹き飛ばそう、爽やかな風と帰ろう、優しく降る雨と帰ろう。憎み私が先に忘れよう。あなたは弱音を吐いて、
して最後くらい神様でいさせて、だってこれが人間だ。私のいない世界を上から眺めていても何一つ変わらず回るから、少し背中が軽くなって、それじゃそれじゃまたね、国道沿い前で別れ続く街の喧騒を尻目に手取りゆく。くださいくださいばっかで何もあげられなかったね、生きてきた意味なんかわからないまま、全て与えて帰ろう、あんなにも持たずに帰ろう、与えられるものこそ与えられたもの、ありがとうって胸を張ろう、待ってるからさもう帰ろう、幸せ絶える場所帰ろう、私が先に忘れよう。ああ今日からどう生きてこう。ありがとうございました。成瀬聖子さんでした。曲は帰ろうですね。いろいろなあの歌詞のたくさん多い、ね、あの曲だったので覚えるのも大変だったかなとは思うんですけれども、いつも成瀬さん歌詞の、ね、多い曲を選曲されてすごいチャレンジされて、その姿を見てるとなんかすごいな、いつもチャレンジするってすごいなって、その気持ちを忘れずに進んでいきたいなと成瀬さんの姿を見ながら感じています。はい、さあ続きまして、ご紹介させていただきますね。志田梢さんです。はい、志田さんはこのようなバンド形式での発表会は初めてということになります。ナチュラルボイス毎年ですね、生バンドの演奏で発表会をさせていただいております。まあ、昨年はコロナの関係で中止ということになりましたけれども、今年はこのようなことができるさせていただけますので、ぜひ志田さんもね、志田さんも初めてのチャレンジということでこの曲を選曲してくださいました。いろいろ、思いが、この曲に対しての思いがいっぱい詰まった選曲なので、私もなんかそのお話を聞いて一緒に練習するときになんかとてもジーンとしてしまいました。そんな彼女の思いが一曲の中に込められて皆さんのところに、心に伝わっていったらいいなと思います。はい、志田梢さんです。こんにちは。はい、こんにちは。さあ、これからリハーサルに臨むところなんですけれども、はい、さあ、今日の意気込みを教えてください。はい、今ここに来る途中でもしっかり発声練習をしてきました。素晴らしい。はい、喉も温まってると思うので、ちょっと今までの、練習の成果を出せたらなと思ってます。はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、志田さんにとって歌ってどういうものなんでしょうか。はい、そうですね、悲しい時楽しい時、自分の心の支えになるのが歌です。なるほど。はい、じゃあもうなんか一生歌っていけそうですよね。はい、そうですね、おばあちゃんになるまで歌いたいです。そうですね、素敵。はい、頑張りましょう。はい、はい、今日はいっぱい楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。志田梢さんでした。ではよろしいですか。では志田梢さんで
命の歌。志田梢さんでした。なんかとっても透き通る声がこの命の歌というこの歌詞とメロディーにとっても合っていて、なんか遠くの方に本当に広い、なんかあのこの会場を越えて遠くの方に声が届いたんではないかなと、そんな風に感じております。はい、素敵な歌でしたね。さあ、続きまして
ご紹介させていただきます。三輪京子さんです。どうぞ。はい、三輪さんはナチュラルボイスもね、もう何度も歌っていただきまして、先ほど三輪さん、三輪真中ちゃん、同じ名字だったのであれって思われた方もいらっしゃるかと思いますが、真中ちゃんのママです。はい、いつも発表会の時は真中ちゃんと、三輪京子さん、京子ちゃんって呼んでるんですけど、近いところのね出番でくっつけて発表をしていただいてたんですけど、真中ちゃんもお姉さんになりましたので、お母さんからちょっと離れて、ね、まあ歌っていただいております。今日はそんな感じで何て言うんだろう、真中ちゃんの成長をね見させていただいておりますが、次はお母さんの番ですので、はい、ちょっと雰囲気が変わって明るい曲になります。皆さんも楽しんでくださいね。はい、では、三輪京子さんです。はい、よろしくお願いいたします。今日の意気込みをお願いします。はい、ものすごい緊張してるんですが、あらら、歌詞が間違えないから大丈夫です。寸前までちょっと危なかったんですけど、とにかく気持ちを込めて、みんなが聴いてて、あ、なんか頑張ろうって思える、そんな発表にしたいと思います。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、で、三輪京子ちゃんにとって歌はどういうものでしょうか。はい、歌は本当に悲しい時も嬉しい時もなんか常に近くに歌があって、で歌を聴くから元気になって、で人も元気にすることができて、本当歌って魔法だなっていつも思いながら、はい、聴いたり歌ったりしています。そうですね、素敵ですよね。はい、ありがとうございます。今日もじゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。三輪京子さんでした。ではご紹介いたします。三輪京子さんで、曲は夢が始まる。仲間たちの笑い声が胸に
ありがとうございました、三輪京子さんで夢が始まるでした、これこの曲はリトルグリーモンスターという女の子が4人とか5人とかで歌ってるグループがありますね。その、曲なんですけれども、なので彼女がずっと今日お一人で歌ってますが、最後ちょっとコーラスがね寂しいから入れてみようかということでバックバンドの男性陣が声を重ねてくださってましたね。拍手が起こっております。私はとっても嬉しいです。今後もこのようなことがあったらいいな。はい。じゃあ次の機会は楽しみにしておきましょう。はい、ありがとうございます。皆さん のお力のおかげでよかった。さあ、それではですね、続きまして、次の方をご紹介したいと思います。永山萌さんです。はい、永山萌さんは小学校5年生ぐらいからかな、ナチュラルボイスに通ってきてくださってまして、本当にこれから歌声を聞いていただくと、小さい頃はなんか自分の声に自信がなかったっておっしゃるんですけど、とてもそんな風に思えない歌声に育っております。で、大学生にもなり、はい、昨年は濃姫のね、2代目濃姫ということで岐阜市内を中心に本当に精力的に活動した、全国の中で多分永山萌ちゃんが一番学生で一番活動して活動的な学生だったんじゃないかなと私はそう思ってます。ね、そうですよね。ありがとうございます。萌ちゃんのお顔ね、ご存知の方も大勢いらっしゃるかと思うんですけれども、はい、日頃萌ちゃんにこやかに、していらっしゃいますけれども、今日はちょっとクールな感じの永山萌ちゃんを見ていただけるかと思います。そのあたりもお楽しみください。はい、こんにちは、永山萌さんです。はい、こんにちは。ありがとうございます。今日の希望の歌公演への意気込みを教えてください。はい、私が歌わせていただく曲は Not the End っていうドラマ、君と世界が終わる日にっていうなんかドラマなんですけど、なんか世界が一変してしまって、それに対するこう嘆きを訴えるような形で、まさに今この新型コロナ禍で世界が一変した中で、私もちょっと味わえなかった学生時代の青春というものがあるので、ぜひこう嘆きをエネルギッシュに変えていきたいなっていうふうに思っております。素晴らしい。永山萌ちゃんにとって歌っていうものはどういうものなんですかね。はい、私にとっては挑戦するきっかけを作ってくれたすごい大切なものと感じています。高校学生時代を通して声に自信がなかったところをこう勇気出して声を出せるようになったことで、いろんなところに挑戦できるようになりました。本当に私にとってすごく宝物です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では本番も期待してます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは、永山萌さんで曲は Not the End。Tell me this is not the end. This world is changing. No to mo tatetsu ni watashi wo ubatte yuku no. Sekai ga sukoshi zutsu kowarete mo ano hiro yakusoku kawarazu koko ni aru yo.Falling down, my heart just starts to drown. この夢のエピローグを教えて。With my eyes tightly closed, praying with my fears exposed. この街が私を孤独にする。月のない夜は冬の音消して片隅の色。
there's something wrong with me? Or is it that we're losing the key? I'm dying だ一人の夜は長くて二つの小さな思いを出して照らし合えたなら燃えるオレンジ色の空昨日のごめんねも明日のありがとうもいつの日か燃え尽きなくなる前にね、あの本当に力強い声で、あのちっちゃい体から どんなふうにあの大きな声が、あの力強い声がパワフルな声が出るんだろうって本当にあの練習の時にも感心してしまいますが、あの声って不思議だなと思います。自分でなんかあのなんだろう、自分の声聞いてあんまり自分の声って好きじゃないなって思うことってやっぱり多いかと思うんですけど、それがいつの間にかなんかいろんな、まあ、歌を歌ったり、いろんなところで声を出して自分のことをこうアピールしたりお話ししたりしていくうちに自分の声が育っていってどんどん素敵になっていくって、あの本当にそれをあの永山萌ちゃんを見て私も再確認しているそんな感じです。はい、永山萌さんありがとうございました。はい、では続きまして、ソロで歌っていただくナチュラルボイスのメンバーの最後の方になります。ご紹介させていただきますね、高木隼人さんです。はい、ありがとうございます。プログラムの、ね、中で、私がちょっと漢字間違えちゃった、ごめんね左のページは合ってるんだよ、右のページだけ間違えたの、ごめんね、はい、皆様あの訂正してあのお詫び申し上げます。私が間違えたんです、はい、高木さんも本当にナチュラルボイス長く在籍してくださってまして、毎年のように開催してたあの発表会も、もう当然のように
今年はこれ歌いますみたいな感じでね、積極的に参加してくださっててとても頼もしいですね。歌う曲もなんか毎年テーマがあってね、次はこれにチャレンジ、その次はこれにチャレンジということで前向きに選曲してくださっていて、本当に高木さんもそうですけど、そのこれまで歌っていただいた7名の方も何かしら自分に何か目標を持って次はこれを頑張るよっていう感じで選曲してくださるんですね。本当にだから歌うこと楽しんでくださってるというか、お好きでいらっしゃるんだなっていうことがすっごくよく感じられて、私もそれに応えていけるようにと思っております。はい、高木さんのご準備よろしいですか。はい、高木さんです。こんにちは。こんにちは。高木さん、今日も期待しております。今日の意気込みをお願いいたします。はい、久しぶりに歌うので、うん、歌える喜びっていうものをかみしめながら、はい、思いっきり楽しんで歌いたいと思います。そうですね、はい、久しぶりですもんね、はい、本当にあっという間に1曲終わってしまうかもしれませんけど、はい、うん、めっちゃ楽しんでほしいなと思ってます。はい、はい、高木さんにとって歌っていうのはどういう存在でしょうか。まあ、生きがいですね。生きがい、うん、また心の栄養っていうか、あ、落ち込んでる時とか、はい、なんかこうイライラしてる時とか、はい、自分に自信がなくなった時とか、はい、そういう時になんかこう心を支えてくれるというか、はい、あったかくしてくれる、そういうもんだと思ってます。はい、ああ、そうですね。はい、なんか一生なんか歌っていけそうですよね。歌っていろんな曲を、ね、はい、なんかずっと楽しんでいけるといいなと私も思います。はい。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、ナチュラルボイスメンバー最後の方になります。高木隼人さんで曲はスカーレット。昔から何かをしようとすると決まっていつでも水を差される。何気ない風景に紛れて一人、雨が降る駅で旅立ちを待ってた。笑ってる人、急いでる人、寄り添うカップル、無邪気にはしゃぐ子供たち、それぞれ荷物を抱え目指してる場所へと向かってく。今日もまたの電車はホームに着き、いくつもの人生を乗せて運ぶ。カバンに詰めた希望と期待、それに不安を少し隠し持って、しばらく帰らないって誓ったんだ。伝う無数の雫が枝分かれして過去へ流れてく。これから僕が進もうとしている道はどれほど長くてどこにたどり着くんだろう。みんな幻想を語り、叶わぬ夢と置き去りにするけれど、僕は抱きしめてゆこう。馬鹿げた衝動が未来を照らすと信じながら、小さな頃
世界も今の僕を作り上げてる大事な糸かけらだってそう自信を持って言えるよ。可能性っていうものはずっと無限だとさんでした。さあ、8名のナチュラルボイスのメンバーの発表が終わったところで、ここからはちょっと私歌わせていただこうかなと思います。もうしばらくお付き合いください。はい、改めまして、ナチュラルボイスの代表をしております西川果歩と申します。よろしくお願いします。3曲ほど歌わせていただこうかなと思っております。今回、希望の歌ということで、希望の歌をテーマに、公演を開催しようということで、この企画をしまして、2団体8名のソロのメンバーの方歌っていただいておりますが、この希望の歌をこの今日少年団の子どもたちとそれから最後にもう一回歌わせていただくんですけれども、その大垣桜高校合唱部の皆さんと歌わせていただけることが本当に今日は幸せで、私自身それを楽しみにして今日の一日を朝から過ごしております。さあ、はい、そのお楽しみはもう少し取っておいていただいて、今から3曲、聴いていただきます。まず1曲目は私の大好きな曲なんですけれども、You've Got a Friend、 これをちょっとファンクバージョンにアレンジしてお届けしたいと思います。では参ります。 You've Got a Friend。
はい、皆様お手持ちのパンフレットの間に、なんかの蛍光の棒みたいなものありませんでした？コロナ禍なのでね、あんまり声を出したりとか応援のなんかこうわーって出すわけにいかないから、何かちょっと皆さんとコミュニケーション取れないかなと思って、そうですそうです、 ありがとうございます、振ってくださってますね。なんかこんな感じで一緒に振ってくださったりとかしたら嬉しいなと思います。あります？ありますね。はい、ありがとうございます。はい、そうしてるうちに、お一人、私の大事なお友達、違う、お友達、はい、ご紹介したいと思います。下野直子さんです。あ、ごとごと言っちゃった。よいしょ。はい、下野さんとは、いろいろね、この後の大垣桜高校の、関係でいろいろご一緒させていただくことがあるんですけれども、今日は私の曲をですね、ちょっとお手伝いしてもらえますってご無理を言ってお願いしちゃいました。今日はなんとアルトリコーダーを吹いていただきます。何年ぶりでしょうかね。ね、何年かぶりだよね。はい、アルトリコーダーとコーラスをお願いしております。それで続きましての曲はですね、希望の歌を昨年ナチュラルボイスで制作させていただいたんですけれども、この曲、そうそう、今日ここでギターを弾いてくださってる小川さんが昨年、じゃあ曲作ろうかって私に話を振っていただき、そこから始まったんですよね。ありがとうございます。ちょっとね、怖そうなおじさんなんだけど、すごく温かいおじさんなんです。で、いろいろ私今日のことに関してもすごいご無理を言っていろんなことをいっぱいやってもらってるんですけど、怖いけどいろいろやってくれるおじさん。いや、大好きなんですよ、大好きなの。だから怖いけど感謝してる。じゃあ怖いってことでいいっすよ。怖いってことで大丈夫っすよ。怖くいきましょう。怖い怖い怖い小川さんでいく。よかった、喋ってくれた。はい、小川さんが、希望の歌を作ろうっていうことで作ってくださったんですけれども、でその作った後にですね、じゃあこの曲のアンサーソング作ろうかということになり、今日はこの公演のために2曲オリジナル曲を作って参りましたね、おばさん。はい、ということで、2曲は続けていいですか。いいですか。あ、ダメだ、わかりました。ちょっとまあわかりました、やります。はい、1曲目はですね、光絵という、光っていうのはカタカナで光って書いて、絵はひらがなの絵なんですけど、今大変なことがいっぱいありますけれども、例えば私がおばあちゃんとかになった時に、こんな大変なことがあったけどこんな風にして頑張ってきたよって、そんな風に次の代の人に言えるような毎日を過ごしていきたいなと思ってます。でそれを、曲に思いを込めて作ってみましたという感じの、思い伝わるかな。歌詞もね、大事に大事に歌いたいと思いますので、ちょっと座らせていただいて歌ってみようと思います。はい、ではお待たせいたしました。光へ参りましょう。簡単じゃないけど
静かな中にね、なんかいろんな思いがいっぱい詰まってて、じっくり聞いていただけたのではないかなと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。なんか拍手をくださいって感じだったね、ごめん。でもとっても嬉しいです。いっぱいいっぱい拍手いただけるとね、演奏者も頑張るし、私も頑張るし。ありがとうございます。続きましての曲はもうガラッとガラッとガラッと曲が変わっていきます。雰囲気が変わっていきます。よろしいでしょうか。はい、では Let's do it。
次の曲がですね最後の曲になります。早いですね。もう90分間これで終わってしまうのだなと思うとなんか本当にあっという間で、うん、短いようなでも濃縮こんなこういうことがねできると思わなかったのでやらせていただけてすっごい感謝ですしすごい幸せですね。この場に立たせていただけてることが、関係者の皆様と、今日おいでくださってるお客様と、本当に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次が最後の曲になるんですけれどもこの最後の曲はですねもう一度希望の歌今日の公演のテーマ曲になっている希望の歌これを、大垣桜高校の合唱部の皆様と一緒に歌いたいと思います。皆様のご準備はよろしいでしょうか。はい、では、ご登場いただきますね。大垣桜高校合唱部の皆様です。拍手でお迎えください。先生、大垣桜高校、合唱部顧問の下野先生です。今日はありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。合唱部の皆さんの歌を楽しみにしております。はい、いかがでしょうか。はい、先生こちらこそお世話になります。今まであまりにもステージに立つことがなかったので、昨年1年もずっと練習だけするだけで歌う場発表する場がなかったので今回このような機会をいただけて本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。私も皆さんと一緒に歌うの初めてなんですけどすっごい楽しみにしてるので、はい、希望の歌の初演が大垣桜高校よくて、はい、また合唱団でよかったなと思っております。はい、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ういういしい女子高生が19人並んでくださいました。笑うとこここ笑うとこ大垣桜高校のこの合唱部はですね本当に岐阜県内でも東海の、コンクールに進んでいくような、優秀な成績を過去に収めている合唱部になります。昨年からコロナの状況の中で練習がままならずコンクールもなかったもんね去年も ね。はい、なので、練習したくてもできない練習しても発表の場がない、そんな日々を過ごして頑張ってきたのよね。なんか泣けてきた私がなんかそんな姿を見ててなんかやっぱり一緒に歌えたらいいなと思って今日は特別にお呼びしてます。それで、練習に希望の歌も取り入れていただいて、できれば初めて希望の歌を皆さんの前でお披露目するときにはこの合唱部の皆さんとそれから最初に歌ってくれた池田少年あなんで泣けてきたんだろう少年少女合唱団の皆さんと一緒に歌いたいなと思って、これは私の今日のわがままでご出演いただいているような感じなんですけれども泣いてるよやだ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 、はい、すみません、切り替えましょう。なので、今日ねこの最後の一曲をこのみんなで一緒に歌えることを本当に楽しみにしてきたので私も楽しんで歌おうと思います。皆さんも楽しんでね久しぶりのねステージの発表ですからね。はい、ということで、最後の曲になります。皆さん一緒に手拍子したり振っていただいたりそれぞれの楽しみ方で最後の曲を一緒に楽しんでください。さあそれでは行きましょうか。ではよろしくお願いします。最後の曲です。希望の歌。
がとうございました。今一度紹介いたします。かわいいかわいい、大垣さくら高校合唱部の皆さんでした。ありがとうございました。また頑張ろう ね、はい、ありがとうございます。では今一度今日演奏してくださった、バンドのメンバーミュージシャンの方をご紹介させていただきながらご退場いただこうと思います。ベース丹羽和彦子さんです。丹羽和彦さんです、ありがとうございました。キーボード山下力也さんです。ドラムス丹菊元夫さんです。最後に、希望の歌の、作詞作曲、先ほどご紹介した Let's Do It、 それから光への、作詞作曲およびアレンジ、今日の、総合演出担当してくださいました、小川圭介さんです。本当にありがとうございました。今日の演奏はこれにて、終了となりますけれども、皆様、まだ引き続き、状況、いろんなコロナの状況とか続いております。皆さんのご健康、それから、これからのご活躍を願いながら今日のこの公演を閉じさせていただこうと思います。本当に今日はご来場いただきましてありがとうございました。この街で